私の距離はですね、はい、熊本ですけど、はい、田舎でですね飛行機なんていうのは見たことないんですよ。で大きな山みたいに大きなものかと思っとったんですが、 ある日新聞にですね飛行機が陸軍の練兵場に降りるという新聞記事を見たんです。それで学校中学2年だったんですが、学校をサボってですねその飛行機を見に行ったんです。はい、小さい飛行機が降りてきましてね、はい、それではあものすごく大きいもと思っとったんですけどね、それ小さいんですよ、はい、それで降りてきたのがですね小さい人が降りてきたんです。よく見たら女だったんですよ、はい、へえこれは女でもって飛行機乗れるんかなと思ってですね、そんなら俺も乗れるんじゃないかと思って、それが飛行機に行く道の出発です。はい、それでそれならこれから俺も勉強しようと思ってそれから勉強しました。それまで勉強なんか全くやらなかったんですけどね、その後なんかその訓練そのものっていうのは大変厳しい訓練だったということなんですけど、訓練は厳しかったですね。どんな訓練だったんでしょうか。基礎訓練ですけど、海軍軍人にまずならなくちゃいけないというのと、はい、それからパイロットの教育と2つ重なってるわけですね。しかし私はそれほど苦しいと思わなかったですね、訓練自体は。はい、とにかく飛行機に乗りたいというだけですからね、はい、飛行機に乗りさえすればいいということで訓練に入っていましたね。有名なですね菊池哲生という先生だった、はい、それは土浦におる頃から聞いていましてね、はい、この菊池哲生のペアに入ったらもう殺されるぞという評判だったんですよだから矢田部に行くようになって菊池哲生だけは避けてもらいたいと思ったら案の定それになったわけですよ。それでこの人から教育を受けたんですけどね、操縦のコツは自分の操縦は自分でやれと、昔の侍の剣の道と一緒だと、基本は俺は教えてやるけれどもそれから先は本田流の操縦というのは俺は教えることはできんと、自分で編み出せと、これはもう基本線でしたですね。それはもう最後まで私もそれが良かったと思います。ボルネオでゼロ戦に始めて、はい、どんな印象だったでしょうか。要するに教育してくれる人もいないわけですよ、練習機もないでしょう、はい、それで1週間後には飛ぶから準備しとけってこう言われましてね、どうやって飛ぶかなということから考え出しまして、幸いにも貨物船に乗っていった時整備の人たちと一緒だったからですね、仲が良くなっとったから、で整備にいろいろ聞いて飛行機に乗ってその自分の道を自分で探さんといかんということで一生懸命飛行機の中に乗って飛行機を触って覚えました。エンジンかけたらブーッと力強く上がってきましてね、足を入れんといかんでしょ。あ、そうですね、それまではもう全部、うん、足は出たままですから、はい、僕はフラップを入れんといかんでしょ。で上に上がっていってやったらですね、操縦は非常に優しいんですよ。あ、こんな優しいもんだから特攻機に使われたわけですけどね、はい、素晴らしくいい飛行機だったんですけどね。初陣はですね、はい、マレアントを紹介と訓練を兼ねて飛んどったわけですね。ボルネオから、はい、そこから飛び上がっていってバッファローが紹介に来とったのを見つけまして、それで1番機と2番機がですね1機を落としたんですよ。1機をやれということで、はい、攻撃に行ったんですけどね、はい、とにかく私はその9号線の過程でも射撃がものすごく下手だったんです。一番下手だったでしょうね、射撃が。その高いところから見つけてですね、照準器に入れて、もうこう照準器入ってるからいいと思って撃ったらですね、何本撃っても当たらないんですね。あ、そうですか。それでとうとう弾がなくなるまで追っかけていって、はい、あとはそのまま追っかけたらですね、はい、バッファローが低空に下がって飛んどって間違ってジャングルに飛び込んじゃったんです。それでそれが最初の戦争です。初撃墜
という形になるんですかね。あと撃墜になるんですかね、あんなのを追いかけて。操縦場のミスで落っこちたんですね、ジャングルに飛び込んだ。後ろばっかり見とったんですよ、これ。20ミリはすぐなくなりますから。7ミリ7なんかで落ちやせんのですけどね、遠すぎるんですよ。照準器に入っとるからいいと思ったら全然ダメなんですよね。近づかないとダメですね。そうですね、慣れてきてからはまあ100メーターでちょっと遠いでしょうね。100メーター遠いんですか。うん、遠いですね。まあ50メーターか30メーターぐらいで撃てば可能性がありますけどね。近くでもですね、どっちかが飛行機が滑ってるともう当たらないんです。だから滑らせれば当たらんということにもなりますけどね。ほとんど毎日あのラボールとですねキャビンからですね、毎日のようにあのガダルに行きました。ものすごく遠いですよね。そうですね、片道7時間半はかかりますからね。空船5分か10分にあって帰りますから。空船は5分か10分ですか。もうそれ以上燃料がないですから、はあ、行くまでにですね増装を使ってしまって、はい、で空船になったら増装を落として空船やって帰ってくる、はあ、もう初めのうちはそういうことないですけどね、だんだん毎日攻撃が続くともうどうしても眠くなりますね、はあ、結構あの眠ってですね落ちていくのはありますね。変態で飛んどって分かるんですよ、居眠りしてるのですね。だいたいこのスーッと上がってきますね、はい、頭をこう持ち上げてきてですね、そのままこう落ちていくんです。はこういう格好してるのはだいたい眠ってるんですね。で電話がないでしょ、その空中電話って持ちませんからね、はい、起こすこともできないし、なんか知らせてやるということができないもんですから、あーって見とって落ちていくのを見るだけです。意識回復、いや眠気治らんうちにそのまま海に突っ込んでくるんですね。はあ、そういうのも途中で気がついたら帰ってきますけどね、はい、大体もうこう慣れ出したらもう帰ってきませんね、はい、F4F があの主力ですね、はい、それに B39 カーチスがおりましたね。カーチスなんて言って P40 がカーチス、ね、はい、グラマンとはもうほとんど互角に戦っていきましたね、はい、ゼロ戦の弱い点とかに対して詳しく知ってませんからね、巴戦に入ってくるんですよ、はい、で飛行性はゼロ戦が別軍にいいですからね、はい、巴戦に入ってきたらもうこちらのものですね。はただしもう18年の1月を過ぎたらですね、ゼロ戦のに対して調べ上げてしまいましたね。アリューシャン列島で捕獲したのがあって、はい、でサンデーゴのでもってゼロ戦を徹底的に調べて、弱い点いいところと悪い点を調べ上げたもんですから、巴戦に絶対かかって入ってこないんですよ。 そしてその上に F6F が出てきましたからね、はい、もう全くゼロ戦はもう弱点を握られてしまったって感じですね。要するに工場砲火系普通の戦闘機の戦いというのはまずやれなくなったですね。戦闘機の戦いというのはほとんど後ろから行って敵に後ろからやるというやり方ですけどね。そうすると向こうはゼロ戦が後ろに来るようだったらかなり突っ込んで先に逃げてしまいますね。向こうが高いところにもう待機してますからね、あのガダルに行くときは、はい、こちらに行くのを分かってますからね。途中で情報が全部向こうに筒抜けに行っとるし、で上から入ってきて 12.7 ミリを6丁持っとるですよ、グラマンは。どっちにしてもこれでむちゃくちゃ撃ってきますから、防弾壁がないからもう一発でやられますよ。防弾壁があったら違ったでしょうけど、防弾壁があったら飛行性が悪くなったでしょうね。エンジンが半分ですから、日本にエンジンが大きいエンジンを持っとったら変わったでしょうけれども、ゼロ戦の1000馬力以下のエンジンではやっぱりあれだけのことしかできなかったですよね。あの防弾壁がないということが条件の一つですね、はい、そのためには相手もあの防弾壁のないところに戦争せんことには互角にならんですからね、はい、だから前方の攻撃ですけど真ん前から行ったんでは射線に入りますから、はい、
だから横からの攻撃になりますね、はい、これがそのまま行くということはないです。必ずこう向かってきますから。しかしもう距離的にはほとんどないんですね。だから射撃した時にはもう期待してるんです。これが逃げてくれればいいんですよ。相手が前方攻撃で相手が逃げてくれればもう締めたもんですけどね。これなかなか逃げないんですよ。向こうも距離があるとこう期待しますからね。そしたらまた近づいて撃ったと同時に期待するんですね、はい、これと反対の舵を取るというか、はい、もう2月以降はですね、確実に落としたなというのが分かるのは本当に2機ぐらいしかなかったですね、はい、分からないです他は。P38 をですね、はい、初めてニューギニアで会ったのはですね、はい、紹介ニューギニアの上空紹介に行ったんですよね、はい、2番機3番機連れてですね。そしたら 3番機がですね、なんかトラブルを起こしたんです空中で、はい、でラボに帰るというからですね、若いから一人で帰ってたら危ないと思ったから2番機について帰れて行ったんですよ。で2番機やって私短期で持って上空紹介に入ったんですね。で短期でやっとったらですね、南の方からですね6機編隊が近づいてきたんですよ。ちょっと大きいしですね、よく見たら軽爆だと思ったら爆撃だった。よし爆撃だったら軽爆だったら 2,3 機落としてやろうと思ってですね、はい、もう分からないように下から最初潜っていったんですよ。で下から潜っていってですね、攻撃をかけて期待したらですね、後ろって見たらこれ追っかけてきたんですよ私を、はい、おかしいな、これ爆撃機のやつが俺を追っかけてくるわいと思って、ほんで空戦やっとったらですね、ものすごく性能がいいんですよ。それでも戦闘機とは思わなかったです。最後まで6機にもうガタガタ追い回されてですね、逃げ帰ったことがあるんですよ。はい、それが後で戦闘機だと、うん、戦闘機だと初めてで P38 が出た時ですからね、はい、本田さんは P38、 P38 が一番ちょっと苦手だったという、はい、苦手でしたね。P38 はとにかくね、上昇性能がいいんですよ。縦の戦闘が強いんですね、はい、それとなんとなくね攻撃しにくいんですよ。こんななっとるでしょ、はい、どこ弾が来るかで真ん中が抜けちまうわいと思ってなるほどですね恐怖っていうのは感じるんですかね。僕はそれは全くなかったです。戦争中ですね、死ぬとか生きるとかいうことを考えたことないんです。ただ落とされたくないということだけですね。落とされたらもう乗れませんでしょ。私は飛行機に乗りたいというだけなんですよ。もうどうでも飛行機に乗りたいということだけで戦争してきましたね。飛行機が好きなんです。海軍におられたですね、陸上機はほとんど全部操縦しましたね。ダグラス DC-3 だとか九六陸航だとか一式陸航だとか、一機部隊におると飛行機だけあってですね、搭乗員がいないことがあるんですよ。そうすると必ず私に行ってくるんですね。あれで運んでくれていて、で楽しい飛行機に乗ることだから。ただですね、初めてですからね、みんな、はい、だから飛ぶ前に少なくとも1時間以上は飛行機に乗ってますね。いろいろ整備員に聞いて、で乗ったらもう全然関係ないんですよ。難しいという気持ちも起きないし、飛行機ばかりだから飛行機に関する乗っ取りはいいんです。